んだとこの私が。白くなった。わしずさんみたいになってる。わしず岩尾みたいになってるよ。遠目から見たら。レオ有罪って。レオ有罪って。なんだ。二重音声的な感じなんだろうね、今の。あの、ボイスが入ってたら、レオ有罪ってよ。と、マルチェロの、レオ有罪ってよ。の、その二重音声的な感じの演出だよ、今の。随分手こずらされたが、お前たちのおかげでようやくこの肉体を自由に操ることができる。この男が保護、最後の賢者を亡き者にしてくれた今、杖の封印はすべて消え失せた。そう、今こそ我が復活の時。そうか、操られてるマルチェロと戦ってたわけじゃないから、そんな強くなかったのか。さあ、蘇れ我が肉体よ。もし今のがラプソンか。今目がビーンってなったら。あー、ゴールドが、ゴールドが、あー、こういう感じやったっけ。ゴルドが浮いちゃう的な、そういう感じだったんだ。全然覚えてないや。なんか最終的に、その、敵の根城みたいなのが、まああるんだけど、それが黒い球体みたいになってて、突然現れた的な感じだと思ってた、昔やってた時は。パス。動き出したよ。動き出しちゃった。あ、マルチェロはもう用済みなんだね。あー、ククール。
何のつもりだ、話せ。貴様らが邪魔をしなければ暗黒神の力は我が手にできたのだ。だが望みはついえた、すべて終わったのだ。さあ話せ、貴様謎に助けられてたまるか。え？絶対無理今の。絶対無理だわ今のタイミングでもう一回掴むのは。さすがに。さすがに無理やと思うわ、それは。死なせないさ。虫けらみたいに嫌ってた弟に情けをかけられ、あんたは惨めに生き延びるんだ。好き放題やってそのまま死のうなんて許さない。うん。兄弟だからね。この上生き恥を晒すだと、貴様。10年以上前だよな。身寄りがなくなった俺が初めて修道院に来たあの日、最初にまともに話したのがあんただった。家族も家もなくなって一人っきりで、修道院にも誰も知り合いがいなくて、最初に会ったあんたはでも優しかったんだ。初めのあの時だけ。俺が誰か知ってからは手のひらを返すように冷たくなったけど、それでも俺は忘れたことはなかったよ。悲しい顔。いつか私を助けたことを後悔するぞ。好きにすればいいさ。また何かしでかす気なら何度だって止めてやる。これあんたの青銅騎士団の指輪か。貴様にくれてある。もう私には無縁のものだ。兄貴の指輪。なんか、いいよね。うん。いいね。放っておいていいの。あんなひどい怪我してるのにね、てば。マルチェロなら大丈夫だ。ないじゃん。ないじゃないか。袋か。あ、あった。マルチェロが残していった騎士団長の証、攻撃力10。あ、これは守備力。あった。これだ。これを、じゃあ、ククールに装備させよう。ククール今まで何つけてたの？理性のリンク。守備力の方がいいんだけどな。守備力の方がいいんだけど、ここはね。うん。そんな、ステータスなんかよりね、もっと大事なものがあると思うんだ。うん。ということで、理性のリングは、エテか、ゼシカにあげよう。んで、ゼシカの、この、青銅騎士団の指輪は捨てよう。袋に入れておこう。あとは問題ないね。よし。ちょっと話聞いてみようか。どうするよ。コルドなくなっちゃったけど。神殿の中じゃ一体何が起きたってんだよ。あの空の化け物は何なんだ。失礼。俺たちこれからどうなっちゃうんだよなと答えてくれよ。知らねえよハゲ。私の自慢の店が潰れて殴られちゃいました。明日からどうすれば。ハロワに行ってください、ハロワに。女神像が魔物に壊されたらもうおしまいだ。みんな魔物に殺されちゃうんだ。
このことだったんだわ。私の水晶に映っていたまがまがしい影。でもまさかもうダメよ。あんな恐ろしい魔物に誰もかないっこないわ。なかなかみんな絶望しておりますね。今はただ聖地と共に消えた命に祈りを捧げましょう。うん。セーブどころじゃないんだね。うわーすげえ。うわー深っ。見えない。なんかありそうだよね。なんか宝とかありそうだけど降りれるわけがないもんな。テイルズ系だったら降りれるんだろうね。テイルズ系だったらね。聖地ゴールドが跡形もない。何が起きたんだ。あの空の城はなんだ。赤い空は。俺たちはこれからどうすりゃいいんだ。この地震で神殿の中にいた人たちはみんな大穴に。神様、私の家族をお守りください。くださってありがとうございます。壊れちゃったけど、娘が無事だっただけでもうそれだけでいいんです。せやな。うん。せやな。自分にもね、もし娘がいたら、やっぱ娘の命が一番大事だと思う。幻の娘。ドラゴンクエスト、幻の娘。壊れたのならば、立て直せばいい。キリ。一回出てみようか。うん。ちょっとモンスターの回復とかもしないといけないんだけど、ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっとコメント確認したかったんだ。ナンパーとか前にね、その、ギガンテスのいる場所をね、コメントで教えてもらってたんだけど、どこだったかなぁ。あったあった。メダル王女の島に、島の浜辺にギガンテスおるよっていうのが、発見。で、エテの記憶が正しければ、もう一匹はレティシアにいるはずなんだけども、どうだったかな？ちょ、一回探しに行ってみようか。せっかくだし。やっぱモンスターもね、強化しとかないとね、ほんと今後の戦い、すごい大変だと思うから、そろそろほんとラスボスが近くなってきておるので、ご覧くれ。夜かな。夜なのかもしれないな。宝箱あるんだけど。先レティシアの方行ってみようかな。あ、いた。いたー。アラクリギガンテス。いたい。もうゴリ押しで勝てるよね、こいつは多分。ベラゾーマ。サミダレ。天使。天使の窓寿司と。死神の釜。いや、火力あるね、やっぱり。やっぱ火力あるわ。参れ。ちょっとあれだな、なめっぷしてたら死ぬな。死ぬ、ちゃんとやろう。呪文。まあ、ベホーマをゼシカにかけて。バギークロスとかの方が効くな。かまいたち。あ、やべえ。ククルーが死ぬ。
そうだな、ククールのやっぱダメージストーツで一番でかいのはバギークロスか。作戦変えよう、ガンガン行こうぜにしよう。で、回復はエテガやろう。よし、あれ MP ないのかな。メラミ打ってたけど MP 入れ替え。あるじゃないか。なぜにメラミなの。よし、モンスター銀貨、ええよええよ、仲間にするよ。誰消す。こうなったら、うん、アポロン、ロビン、キラーはマッツンはいらんな。マッツンいらん、うん、まあベホップももうねいらないんだけどね、正直。マッツンだな、とりあえずマッツン返そう。野に放つんで、ちょ、レティシア行こう。あっ、やっぱりいるじゃん。なんだろうな、前来た時その影をさ、影を追ってる時はいなかったのに、なんか出現のフラグ的なのがあるのかな。モンスターに片付けてもらおうか。これでさ、ギガンテス、サイクロプスギガンテスのその最強の脳筋パが完成ってことは、キラーマシン、ハルクキラーマシン、あとサイクロプスギガンテス、ギガンテス、これでいこう、うん、いいねいいね。まあ、ダンキチもちょっと入れたいっていうのはあるよね。ダンキチバイキルト持ってるから。まあけど、うまいことねバイキルトかけてくれないっていうのがね現状なんよな、うん、AI がね、 AI がもう果てしなくバカだから、ちゃんとかけてくれりゃね使える子なんだけども、まあやってくれない。自分にかけおるからな。2ターン連続で自分にかけた時はもう本当にやっちまおうかと思った。ギガ、おレベルが上がりました。レベル38、うん、8ポイント。エテはね、まあ剣だね、うん、剣か勇気、愛と勇気だけが友達さ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ウェブカメラがなんかぐるぐるしてる。ウェブカメラがぐるぐる、読み込みのぐるぐるが止まんない。ちょ、一回再起動か、これ。一回再起動だな。プログラムを終了します。問題解決策を確認しています。ちょっと消えない。ああやばい、ウェブカメラが消えなくなっ、応答なしで消えなくなってしまった。どうしようこれ。動かねえ、違う、あれ。ちょっと何し、どうしたらいいこれ。強制的に終了するのはどうしたらいいんだ。ウィンドウを閉じる。閉じれない。なんだこれ。スマホで撮るか。スマホで撮ろう。いきまーす。1。
はい、ってことでね、1番、剣です。やったね。なんか、まあ、まあ、いいや。信じてくれ、ここはあえてよ。金貨、やったぜ。もちろん。誰に出そうかな、ダン吉かな、ドランゴかな。ドランゴなんやかんやで優秀なんだよな。ユーボンかな、ユーボン、ユーポン逃がそうかな。ユーポン逃がそう。帰れユーポン。はい。ということで、ちょっとね、ウェブカメラがちょっと停止しちゃったので、一回、パソコン再起動してまた再開しようと思います。はい。だからここで一回区切ります。ご視聴ありがとうございました。